とかやみさん様です。パパ、ママね、なんかこんにちはって言ってみてって言ったけど、やだって、恥ずかしいって。切り抜きも見てない、一応。そう、見てない、見てない、恥ずかしいらしい。前話してみるって聞いたけど、いや、いいわよ。まだ今何やってんだろう、見てみるか。買い物行ってきてた。いないわ、買い出し行っちゃった。ママ帰ってきたんかな、ちょっと見てみよう。もう聞こえてるよ、こんにちは。聞いてる、なんか喋ったらいいの、なんか。そう、小さい頃のさっきは初めてのお使いの話してた、コンビニに行った時の。ああ、なるほどね。うん、コンビニ行った時の1リットルの牛乳を買わされて、あと食パン買わされて、で、その1リットルの牛乳が重すぎるだろうっていう重すぎるだろうっていう話したんだよ。ええ、じゃあ帰るか。じゃあね、ありがとう、はい、じゃあね、じゃあね。じゃあまた、ありがとう。ママ来た、どう、緊張してたわ。声似てるでしょ、声似てるか、笑い方似てる、マジか。まあ、やはりね、あの母あり子ありとはありですや。ヌメとビジュとカリとご飯行った。いや、でも嬉しいことにさ、ムミちゃんとかさ、ムミちゃんとトアってどっちも日本語も英語喋れないの。ムミちゃんとトアってさ、もうどっちもなんかペラペラでどっちか何かを言えるってわけじゃないんだけど、なんかとりあえず遊ぼうみたいな空気があって、っていうか、なんかね、日本に来てくれると、一緒にご飯行くって言ってくれるんだよね、ムミちゃんが。あ、で、いいよって。で、ビジューも一緒にいて、カリと、カリ予定空いてたら一緒に行こうよって言って、で、カリとムメとビジューで一緒に行くことになったんだけど、アフタヌーンティーに連れてった。アフタヌーンティーと普通にご飯。で、すごい、ああ、すごい成長したなーって思った点が一つあって、アフタヌーンティーに、1年半ぐらい前かなーに、アイリスとカリと一緒にいたのね。で、その時は、会話は、アイリスが通訳してくれてたの。で、カリと、まあ、ちょっと簡単な日本語でやりとりして、っていうのがあったんだけど、今回はもうね、彼が通訳、トランスレーションしてくれたのよ。だから彼に、いや、彼本当日本語うまいねって。いやー、そんなことないですって言ってたけど、1年半ぐらいでこんな違うんだなーって。